並列接近走行の仕上げとして行われるのが前車接近走行である。前車接近走行は1列目は3車、2列目は2車、3列目1車と計6車が逆三角形の形で接近して走行します。これは実際のレースでどんな状況になっても前後左右車に対して合わせられるよう、事故がないよう、混戦になった状況においても、その中で我慢できるよう、そういった訓練のために前車接近走行を行います。自分の班は全然うまくいかなくて、なんか本当前車接近なのかな、全然バラバラで、とにかくうまくいってなかったです。6人で走ってるから一番やっぱうちのやつらにうちの人にスピードを合わせてって、でやっぱ一番走行のやつが一番スロットルを開けていかないといけないんですよ。ですからおのずとその開け具合とスピードとあのその隣との距離が大変でした。それとあとあまりに遅すぎると後ろとかの2車が詰まってしまうから大変でしたね。そして追い抜き走行訓練が開始された。追い抜き走行は、内側からの追い抜きと外側からの追い抜きの2種類あります。外側からの追い抜きというのは、一般的にまくりと呼ばれる走法でありまして、突っ込みにおいて、相手の車の外側に車をつけて、立ち上がり一気に外から抜く走法です。これは、2級車が1級車をまくるときに特に有効な走法であり、2級車にとっては最もポピュラーな抜き方ですね。内側からの追い抜きは突っ込みにおいて相手の内側に隙があるときに力抜き去るという走法です。これも突っ込みにおいてしっかりと内側に車を合わせないと危険なので、そこら辺を注意して抜かないといけない走法ですね。今まではずっと基本走行で前の車は抜いちゃいけなかったんですけど、この追い抜きになって初めて車前の車を抜いていいっていうことで、本当やってみてオートロトラっぽくて楽しかったんですけど、やっぱ人抜くってことは人よりグリップ多く開けなきゃいけないんで、その辺が難しかったです。そう、追い抜き走行はそれまではやっぱ抜いちゃいけなくて、それから抜いていいって言われても今度逆に抜いていけなくて、ちょっと戸惑いましたね。はい、自分はそんなに楽しめなかったですね。自分は人よりも車の向きが変わらないんで、コーナーでやっぱまくろうとしてもそのままの外で出てってしまうので、うまくまくりきれなかったりしたところとかで、その分人より開けなきゃいけなかったんで、それがきつくて、はい、うちにも入れないし。切り返しは、突っ込みにおいて外側に相手の外側に車をつけて、立ち上がり相手が外にはらんだ一瞬の隙をついて内から抜く走法です。切り返しが最も、オートレースの競争の中において一番、有効で難しい走法ですね。相手を抜くときに、もう仕方ないなと思わせるような綺麗な走りをすることが、抜くには一番大事なんで、それは応用走行では一番車の向きを合わせるということが重要ですね。そうですね、まあ慣れてくるとだんだんまあ自分でも
ああできてるんだなっていうのがあって、自分がお客さんとしてオートレース場に見に行ってた時はやはりちょっと切り返しという技がかっこよく見えてたので、自分もああ今それができてるのかなって思ってちょっと嬉しかったです。やる前は結構難しそうに見えたんですけど、実際やってみたら結構これがうまくいったみたいな感じで、どんどんペースで進んでいったみたいな感じです。